ったんだけど、あのね、ここ死亡事故現場のところ、もうちょっとここからあの白面が出てくるんだけれども、これ昔私動画には撮ったんだけどね、修正はされてないようなので、あまりこれ多分知らない人いると思うんだけど、私はこういうのいちいち動画見ての通り、あの一つ一つ検証していくのでね、大体興味のあるゲームが。なのでこれね、敵に見つかってほしくないんだよね。取れてねえし、そうするとね、敵に刃も見つかってるし、もう仕方がないね。そうすると多分ここら辺で、そしたら逃げるわけですよ、思いっきり。そうするとこれが出るので、いや来てるし、こういう風なのはねいらないので、もっとこうしましょう。やばいやばい、なんていうか戦闘範囲を大きくしたくないので、もう来てるし、ほらこういうふうなね、邪魔なのはもう先に倒しちゃう。なぜかというと盾もさ、要するに後ろからの攻撃が怖いからさ。これはもうあれだね、隕石弾なんで、なぜかというと避ける、あのタイミング避けても微妙にあのタイミングがずれるんだ。だから当たる、やべ、ポットがない。なくなった。これ。よし、倒した。危ない危ない危ない。まあ、こんな感じで。